続いて、広島対ロッテ。24日7対0でロッテ。25日5対2で広島。そして26日6対3でロッテ。ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども。まあ、24日ね7対0でロッテ。というところで、ロッテ先発石川。7回95球、3安で6三振1四球無失点と。もう制球力抜群。特に変化球、ストレート、コンビネーション。ッね。で、広島先発とこだね。7回95球、4安で4三振2四球3失点。まあ、悪くないんだけどね。 まあでも、あと、フォアボール、あと足使われてっていうところでね、失点っていうところはね、ちょっと痛かったかなと。まあ、ロッテはね、初回高部、えレフト前で盗塁。で、中村セカンドゴロでワンナウス三塁になって、マーティンがライトへ犠牲フライ。でね、広島も初回、野間がレフト前。で、こう、菊池バンドで、西川さん、ファーストゴロで。で、マクブルーム三振。結局これ足使えるのはね、ロッテは高部の足を使った。ね、広島は野間の足を使えなかった。 っていうところでね、この、やっぱり高部の足っていうところがね、非常に大きかった。ここで対照的な同じ状況でね、えー、初回でしたね。で、ロッテはね、5回、岡フォアボール、エチェバリア663ダブルプレイになって、ここでね、チャンスついえたかってなったところで、安田フォアボール。で、松川がね、センターオーバー、タイムリー、ね、ツーベース。これ大きい、松川。この1点大きかったね。で、えー、6回、高部ね、ライトでツーベース。中村バンド、で、えー、3塁作って、マーティンのね、ファーストゴロの間に1点。 で、8回、松川フォアボール。で、代打、柿島バント。で、高部フォアボール。で、中村がね、レフトへ、もう試合決定づけるえ、スリーラー。9回にも、広島ね、ピッチャー、ターリー。8回はね、ピッチャー、松本だったけども、ターリー。えー、岡はデッドボール。で、ここでね、盗塁。エチバリアフォアボール。パスボール。で、三塁へ。で、パス、エチバリア盗塁。ね、で、岡レフトエキ牲フライ。もうバッテリーボールボールです。バット。もう、何やってデッドボール、パスボール、フォアボール、盗塁。 あと、通りされすぎね、カープは、もうちょっとそこ、しっかりやっていかないと、全体的にね、これも坂倉が差して、やっとね、今季っていうところはあるけど、まあ、ピッチャーのね、クイックとかの問題も、ひょっとしたらあるかもわかんないけども、ま、あ共同作業だからね、ちょっとそこ改善していかないと、もうね、足とフォアボール絡みで、もう、失点しまくりだからね、この初戦。で、まあ、広島としてはもう、打つてらしよ。ね。で、ロッテはね、4回、マクボルームのね、このサードゴロ、安田の守備もひどい。後ろ下がって手だけみたいな、もう、雑、バット。 25日5対2で広島。というところで、ロッテ専当東島ね、5回80球、7アンダー、3三神、1四九、3失点。制球が、ちょ、甘め甘め全部入って、珍しいね。ちょっと今年一番悪かったんじゃないのかなっていうようなね、投球に見えましたね。逆にオリックス戦発エンド、6回3分の1、82球、4アンダー、2三振2四九、1セットボール、2失点と、腕しっかり触れて、カーブ、このホークの低めの制球、あと抜け感、非常にグッド良かったんじゃないでしょうか。ロッテはね、2回思って、岡野ね、 えー、ホームランで先制して、いい流れね、昨日から。来たけども、まあ、2回裏ね、坂倉の、えー、セカンドゴロ、中村ファンブル、バッと。で、その後ね、連打が続いて、ノーアウト満塁になってから、今度はね、この日は、ロッテが、エラーと、フォアボールで、押し出し、バッと、なるだいう。ま、2回裏ね、中村の、えー、ファンブルで、坂倉出て、で、小園がね、ライト前ヒット。で、ヨグサがね、えー、内安打になって、ノーアウト満塁から、磯村ね、 押し出しのハァボール。この後エンドラーの1,2,3ダブルプレイ。痛かった。いいバッティングだったけどね。じ島が止めて足でね。うんうんまあ、ここもわざと三振だ。ありだったんちゃうかって俺は思うけどね。でここ、まあ、勝ったからいいけどね。ちょっとここなんかで、ね、うんと思ったね。見ててね。で、5回裏、ワンアウトから、えー、ノーマヒット。で、キク池ア,アウトになって、西川ライト前。で、マックボールボはね、勝ち越しのライトへ、三塁線抜けるね、えー、タイムリー、えー、ツーベース。 で、えー、6回裏にも、えー、小園がね、ヒット入れて、うぐさ三し、で、磯村ね、レフト前ヒット、遠藤、ここは送りバンドきっちり決めて、2アウト2、3、3からね、野間、菊池のね、連続タイムリーで2点。こういったところでしっかりね、この中押しできたのは大きかったかと。この野間のね、感じ見てたらやっぱり、わざと三振、ありだったんじゃないのかな、と。七7回表ね、ロッテはレアードに一発出るけども、あとはね、きっちり、えー、広島がね、勝ち越したかな、と。逆にロッテはね、ミス、フォアボールっていうところがね、失点に絡んで、非常に、 痛かったかっと思います。まあ、全体的にロッテはね、4アンダーだからもう2得で、まあギリギリかな。まあこれはもう仕方ない。完敗っていうところでしたかね。えー、そして、えー、26日、えー、6対3でロッテっていうところでね、ロッテ先発川村、3回55球、6アンダー1四、1失球、2失点っていうところでね、もう3回で降板。4回のね、表に、あの、ショート悩んで打打ってんだよね、川村。でもそれで4回裏から交代だから、怪我じゃなかったらいいけどね、どうなんだろうね。ちょ、またついたかし、 まあ、その、ツーアウトから、代打出すのももったいないと。だもこれ、河村アウトでいいと。ね。で、次の回、高部から始まったらいいよね、と。そしたらヒット打っちゃって、高部がアウトになっちゃって、みたいな。でも、交代決めてたよ。っていうんだったらね、まあいいけどね。ちょ、そこ、怪我とかじゃなかったらいいけどね。ちょっとそこなんか、ちょっとね、心配かな、っていうところはね、ありましたけども。まあね、河村やっぱりね、勝ち運あるね。ちょっとバタついたけどね。で、広島ね、先発クり。4回3分の1、979、8分の634、29、611点と、いかれちゃったね。 まあちょっとフォアボールからっていうのもね、こうなんかこの3戦とも、なんかフォアボール、ミスっていうところがね、こう失点に絡んでいって、そこが勝負点になったかなっていうところはあるけども、まあ、広島はね、初回、えー、野間がね、ツーベース打って、えぇ、菊池がね、え進、ー、塁打、セカンドゴロ。で、ワンアウト三塁から、吉井西川がね、タイムリーヒットを打って先制してね、昨日からのいい流れを持ってね、来るけども、まあ2回の表にね、え佐藤マクブルームね、えー、エラーで、バーッと、ほら、ミスと、フォアボール。で、レアードが、レフトスタンド逆転ツーラン、レアード 前回から2打席連続。レアード・マーティンが打ち出すと怖いよ。で、3回の表にも、えー、きっちりね、ワンアウトから高部フォアボール。で、中村がね、レフトへヒット打って、で、ワンアウト、1、えー、3塁からマーティンがね、レフト、えー、ライトへタイムリーヒット。こういったところもフォアボールから、えー、来てるし。で、3回の裏ね、えー、広島も菊池がね、ツーベース。で、西川の、えー、ショート、フィルダッシュチョーのオールセーフっていうね、エ、えー、バリーやるよね。で、ノーアウト、1、3塁から、えー、マクブルーがね、犠牲フライ打って、っていうことで行って、 ね。で、4回裏にも、ノマが、2、えー、アウト2塁から、ね、同点タイムリーって3対3、同点、なるけども、5回表、中村フォアボール。で、マーティンアウト。で、佐藤ライト前ヒット。で、レアードがレフトへ、勝ち越しタイムリー。で、角田か、ライトへイ、勝ち越しタイムリー。角田か角田いいね打ったし、スタメン。あるんじゃない ?DH とか。レアード守らせて。あるで。守備もね、あるかもしれないけど。おっさんだからね、疲れるから。DH、あるで。いいねね。 で、結果ね、6さ3でロッテの勝ちになったけども、やっぱりこのね、ミス、エラー、広島ね、まあお互いそうだね、このなんか3連戦、フォアボール、なんか、エラーっていうところでね、あの、この勝敗がついたかなっていうところでは、もうちょっとね、どっちともきっちりした野球したいかなと。で、オノマはね、勝利。ね、で、オノ登場、ゲレーロマスだとね、しっかりリリーフ、ヒットを打たれながらもね、なんとか、一緒に切ったかなと。で、広島はね、この7回、ワンアウト1、塁からマックブルームね、 643ダブルプレイっていうところここで一本で出てればね、ちょっと変わったかもわかんないけども、あそこ最後ね、アウトコースストレート。当場ね、やっぱ今年はね、あのストレートをね、きっちり対角線投げれるっていうところで、よりスライダーもいけるし、やっぱ去年、おととしまでやっぱりスライダー頼みっていうところあったけど、あのストレートがね、いいね。あのカットボール系の曲がりが遅いっていうね、ところも非常にね、成長してるピッチングだったかなと。まあ結果ね、2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。